まあでも本番がもう3日後だからな。とりあえず俺のチームはシャカさん、マザーさん、ベティちゃん、ワキヨです。スペシャル特別スーパーゲスト、ワキヨさんと一緒です。これをオーダーせいや、わかんない。裏で決めたんじゃないちゃんとチームバランス見て。まあでもワキヨ結構強い部類だと思うけどな。ジンさんとトッピーがどんだけやれるかがわかんねえんだよな。アリケンと一緒で嬉しいってワキヨ言ってた。まあでもワキヨだって、 他のとこ入れられたらワンチャン知り合いいない可能性あるかな。ちなみに脇尾はザンゲーフらしい。なんか、俺前エド教えて、教えたんだけどなんかもう使ってなくてザンゲーフやるうつってザンゲーフやってるね、今。ちなみに昨日ぐらいから使い始めてるらしいよ、脇尾は。そう、シンジがコーチングしてる。マザーファンタクラッチシスカいや、シスコ強えーなー シスコしかも最近やってる系だしな。多分ここら辺はね、シスコがだいぶ脅威になりそうな予感はしてるね。先方クラッチ。まあ、キャミーなら、ザンギーはまあ、やれることはありそう。クラッチさん空気読んで練習してないクラッチさんって、でもプラチナぐらいだったよね。確か最終ランク。まあでも確かに、いやでもわかんねえな。先方がマジでわかんねえな。でもトッピーとか、うまいと思うよ、俺は。 CR のやつら全ゲームうめしだいぶ仕上げてきそうじゃないそう前情報でライ様は動画勢でめっちゃ情報ゲームの知識は持ってるっていうまずデータタイプだからあと3日でクラシック仕上げられそうだけどななあでもどうなんだろうでも本気で3日やり込んだら結構いいとこまでいくと思うんだよね初心者枠で釈迦さん何で行くんだろうさすがにマリーザなのかなでもめっちゃマノンやってない最近マノンなのかなチーム02強くない えでもここはマジで、ライ様がマジでわかんない。どんぐらいか。まあでも、怖いね。ファンタもいるし、チーム3。でも俺言うて、布団ちゃんに負け越してんだよね。大会。ダルシムで。いやーマジキャラ相性だけ見たら、ダルシム竜はダルシム有利なんだけど、ボコボコにされたんだよな。そう、だから布団ちゃんが、竜と樹里どっちで行くのかなっていうところはある。賞味。 俺的にはジュリー出される方がまぁ、あ、だるいけど、いやどうなんだろうな。アリカン・ダルシム使うのジュリーだったら、ブランカ、ブランカ出したいなって思ってる。いや正直、ジュリー・ダルシムきついんだよな。いやまぁダルかいやでも、でもブランカも結構自信あるんだよね、今。割と。どっちかとい言うとブランカの方がやってるしな、俺、裏で。マジで一生裏でブランカ回してるよ、俺。ワープばっかするダルシムナイル。大丈夫。 ワープしたところでボタンなんか押せば負けるからダルシムがあのワープそんな強いないぞでまぁ、あ、生ジャとドンさんにはさすがにダルシムかなこれドラフトなのえ、違うんじゃないドラフトだったら配信するでしょさすがにえみんな的にはどこが強そうパッと見12331多いな22221か34いや でも4は割と俺国2がどんだけいけるかじゃない国2がおじはんとされるのかどうかにかかってくる。でもなんだかんだ勝ちそうなんだよな。いやでも、布団ちゃんも割と大会だったら勝ちまくってるよ、この人。覚醒マロストでもあいつストリートファイターやってなくね、最近。でもシスコは正直勝てるよ。だって最近のまずプレイ量が違う。そもそも。だってこの1ヶ月間ぐらいスト6しかやってないだろ、シスコは。その点でまず強いと思う。 まあ正直、うちは脇尾がどこまでできるか。結構大事なポジションやね、脇尾は。そう、真ジのコーチングが間に合うかどうか。結構怖いコーチング受けてたからな。まあでも、こんだけコメント欄でさ、どこが強いって聞いてさ、ばらけてるってことは、いいチーム構成ってことよ。読めないってことだからね。先方が、いや、でも正直脇尾めっちゃ強いと思うよ、先方。だってもう、 残疑プラチナだろ今、昨日やり出して。もそもそものゲームセンスがあるよ、ワキオは。真 <laughs> 珠覚醒作業中 <laughs> 覚。覚醒巻きオ覚醒巻きオになるかもしれねえな。まあでも正直、大会の残疑は、マジで丁寧にすれば勝てる。俺いつももうマジ。オンラインでやる読み合いのプレッシャーが、オフラインだと3倍ぐらいになるのよ。で、あのー、残疑側は、あの、相手の行動を見るっていう、 落ち着いた立ち回りを求められるからめっちゃ大会向きなんだよな。ダルシムもそう。マジ大会向き。ゆっくり待ってゲームを動かす系のキャラは俺マジ大会向きだと思ってる。てかどうなるかだよね。まず釈迦さんがマノンを使うのか、布団ちゃんか樹里を使うのか、やっぱここら辺が俺は、で、おぼがチュンリーを使うのか <laughs>、高木がエドを使うのか、いろいろありますよ。アリケンがブランカで行くのか、ゼロストがゴーキで行くのか、釈迦さんマノン。まあでもいいんじゃないマノン。 わからん殺しで一生殺せるでしょ、多分大会のマノンもうざそう。マジムカつきそう、大会のマノン。アリケンはダルシムガイルブランカの三刀流。いや、ガイルはないかな。構成的に。もうワンチャンジュリにガイル出す。いや、ない。いや、どうだろう。ジュリにガイル出すぐらいなら、でも全然ブランカ出すけどな。だからうちのチームは、コマ投げ、コマ投げ、コマ投げ、ジュリー、ダルシムだよ。すげえよ。ベティちゃんが強すぎる。いや、でも俺、大将は、 俺バランスいいと思ってるよ、割と。高木、セルス、ベイティーちゃん、国2。国2がまあ、でも国2は、逆に、俺らのところにいたら、無双しちゃうから、むずいよね。釈迦さんのマノン、モチベ高い。タチとロビンさんにも少し見てもらったとへーじゃあマジマノンだな。中堅マノンいいね。俺らのチームやば。先方ザンギエフ、地方マリーザ、中堅マノン。で、最後にオジハントとダルシムが飛んでくるんだよ。道義いない。波動拳打ちません。 うちのチーム波動拳打ちません。しかも俺、ダルシムとブランカっていうめんどくさいキャラ2匹構成だからな。中堅のササさん強くないいやでも、勝てるんじゃないなんか、シャカさんとササさんなんか戦ってたよね。マノン、ジェイミーで。いけそうだけどな。わかんない。ササさんがどんだけ仕上げてくるかによるな。ジェイミーは。最近のジェイミー強えからな。まあ、うちのチームで、結構その頑張んないといけないのはマザーさんかな。一番は。 マザーさん結構頑張んないと辛そう。シスマザーファンタワイワイでしょマザーさんが一番狩られそう。だからマザーさんのキャラ隊めっちゃやった方がいいかもな。てかシスがな、強いすぎる。シスマジ強い。この中だと。まあ、多分強さ的にはシスワイワイファンタマザーさんの順だと思うから。 ブランカは対策を教えれる。まあ、モダンエイドもちょっとは教えれる。で、ホンダも対策しないといけないんでしょうダーリー。まあまあめんどくさいな、マジで。だマザーさんが一番辛いね。やらなきゃいけないことが多そう。シスコとゼロストの順番は固定なのシスコとゼロストの順番 <laughs> お前。え、お前。シスコがゼロスト超えたっていうのかよ、お前。え、そういうコメントやんな、これな、みんな。おい。舐めんなよ。うちのマロストを。 うちのマロストを舐めるなよ。強いぞ、あいつ。でも、あれゼロストとシスコってどっちが勝ったんだっけ <laughs> なんかやったやろ、お前。シスコが勝ったんだっけ最初負けてリベンジね。リベンジできたんだよね。なるほどもう。てか、違うんよ。シスコの何がやばいかっていうと、あのゲーム IQ が高い、やっぱ。あのね、CR に入ってる人たちは全員、カルビ以外、ゲーム IQ が高いから、飲み込みが早いんだよね。 だから多分3キャラに絞って対策をしたときに一番その対策を実行してってのができるのが俺多分シスコが一番できそうだなっていう思いはあるこのチームえー編成で戦力が結構バラバラでばらけてると思うよさっきみんなにどこが勝つって言ったら11223344556671って